何者なんでしょうね。場違いなほど陽気でかえって怖いです。といていて、急いでどこ行くんだ。俺と勝負しようぜ。それ邪魔する気。じゃあお相手をするしかないみたいね。バタイ殿は陽気で面白い方です。ですがこの間、あ、口止めされてたんでした。何でもありません。止めされてたんでした。何でもありません。芝居は抜け目のない男だよ。俺たちも気を引き締めていかないとね。上昇の期待がかかっているのだ。芝居などに負けはしない。いつまでも諸葛亮殿頼みじゃカッコ悪いって。俺たちで陣の世ってやつ気づこうよ。ちょっときついね。俺一人じゃ手が足りないよ。そりゃきついわ。野心の手際といい、この必要な攻撃といい、相当な将が指揮しているはずだが、どこにいるの。ここにいるよ。あんたの首、この馬体がもらうよ。バタイ周辺を警戒せい。虫一匹の侵入も許すな。ウィッグはトータクを狙っている。やむを得、我らが面倒を見ねばならない。まあそうなりますね。攻めるのは得意だよ。ほらほら一気かせってやつ。あー早いな。いつでもここを守り抜くのじゃ。逃げ出すやつは即刻死刑じゃからな。死刑は勘弁してほしいもんですよね。まったく、忙しいな。あー登り上がった。なんか本陣騎士多いな今作。痛い痛い痛い。バタイ撃破しました。何バタイ、ちょっと厄介だね。ちょっと手間取りましたね。ほんと騎馬隊うざいな。あ、いたいた、バタイ、バタイですね。結構厄介だな。早いな。本当構いなしだな。もう一回いた。結構ラテン系のなんか賑やかそうな人なんですけどね。うわ、クソ、歩兵が嫌がった。武器を変えましょう。ヒレンは戦う相手を間違えている。ヒレンが撃つべきは曹操ではないのか。奴こそヒレンの父馬頭殿を暴殺した賊。ヒレン殿は父君と共に曹操と戦った御人ぞ。スリーカイド殿、俺は道を見失っていたようだ。敵は曹操、劉備殿は共に歩むべき御人だ。馬長殿の信頼か貴重さ、劉備殿の国のため曹操を討ちましょう。
バタイ殿は陽気で面白い方です。ですがこの間、あ、口止めされてたんでした。何でもありません。あ、口止めされてたんでした。何でもありません。一体何なんでしょうね。それは気になりますが。芝居は抜け目のない男だよ。俺たちも気を引き締めていかないとね。上層の期待がかかっているのだ。芝居などに負けはしない。いつまでも諸葛亮殿頼みじゃカッコ悪いって。俺たちで陣の世ってやつ気づこうよ。野心の手際といい、この必要な攻撃といい、相当な将が指揮しているはずだが、どこにいるの？ここにいるよ。あんたの首、この馬体がもらうよ。危ないやつ。俺も本気なのよ。絶対引かないし倒れないって。ですよね。私の知略に勝てると思いか。鎮守か。おっと、あんたの登場は聞いてないな。倒さないと脅威殿の策が台無しだよ。よし。よし。この橋の先に馬隊がいますね。馬隊もすごい活躍ですよね。ね。受け取ってくれよな。あ、下降りた。あとどうしようもねえな。こっち来るから、こっちで迎えると。よし。お疲れ様でしたって感じですよ、本当に。一番活躍期間長かったですからね、なるほどなんで。もしもあの時
できるものか。どうやらあなたはジンの心を持っているのです。ジン、民への略奪はしてはならぬぞ。負傷者は敵であっても受け入れよう。我らは龍玄徳の陣を受け継ぐ。その誇りを持とうではないか。龍禅様はいつも笑っていますね。楽しそうですが、緊張感に欠けるような。ほう。で、こちらのキャラ、聖斎ですね。龍禅様はお優しい方です。暗愚という者たちは知らないのでしょう。あの方の優しさを。暗愚という者たちは知らないのでしょう。あの方の優しさを。龍禅様は暗愚と噂されております。本当に帝にふさわしい方なのでしょうか。口を慎みなさい、馬食。龍禅様は陣の心をお持ちです。先帝のご意志、それをしっかりと受け継いでいるのですよ。あ、はい、申し訳ございません。私も龍禅様を信じついてまいります。龍禅様にはもう少し覇気が欲しいですな。敵に侮られますぞ。諸葛亮殿といい、趙雲殿といい、劉備様の面影を龍禅様に追いすぎではないか。食帝龍禅は暗愚と噂されております。脅威が倒れれば食は終わりでしょう。食帝の龍禅は臆病と聞きます。我らが山中から現れれば怯えて逃げるかも。食の皇帝がアングすぎてアングリ。今のは何でもありません。早く会いたかったよ、龍皇子。城にこもってるもんだと思ってたぜ。危険を犯して何で出るか。私は犯人を王国だけでは何も言うのか見ておきたかった。勝負の準備はしてないぞ。試してみよう。すごいやれた、ね、よし。よし。逃げられた。惜しい。行きなさい。師匠、私たちも生徒。我らはここに降伏する。
龍禅がアング？とんでもない。まだ職には余力があります。それにしてはあまりに早い降伏か。だから優れてわずかに軍を交えただけで俺たちに勝てないことを見抜いた。己の器を知り降伏を決断した。つまり目的を見失っていない。俺たちが戦ったのは竜玄徳ではなく諸葛亮だ。紛れもなく生きている竜皇子だったよ。長きにわたる三国の時代は司馬昭の手により終焉を迎えた。竜禅の降伏は結果として蜀の民が血を流すことを防いだ。その後竜禅は魏に移送され安楽健康に報じられた。王国の主愚直な暗君、父の顔に泥を塗る者、竜禅に浴びせられる揶揄罵声の数々。だが全てが終わった今、彼の顔には笑みがあった。故郷のことを思い出して悲しくなりましたか？いいえ、むしろとても楽しいですよ。あれをしなさい、これをしなさいと言われませんから。とうに死んだ者たちのことで、まったくその通り。そうだよね、歴史って難しいですよね。ツッコミ多くて。